ガリガリ君ソーダが約20年ぶりにリニューアル、赤木乳業の遊び心は次のステージに。7分間でワクワクするビジネスが見えてくる、チャンストゥーチャレンジ、中島誠二のビジタツセブン。第168回目のテーマはガリガリ君ソーダが約20年ぶりにリニューアル、赤木乳業の遊び心は次のステージに、ということで皆さんご存知ですよね、ガリガリ君ソーダと、まあまあいろんな味も出ましたね、コーンポタージュであるとか、まあね、そういうガリガリ君が今回リニューアルしたんです。それも20年ぶりにですよ。でここにこだわり抜いた氷の粒と書いてあります。これもまあもちろんこのパッケージ自身もリニューアルされて、このこだわり抜いた氷の粒ってこのキャッチコピーが入っているところにもちょっと意味があるわけです。そして私このこんな風にかじって写真撮ってみたんですが、これまでのガリガリ君よりちょっと氷の粒が大きくなっている。そしてこうガチッとしてますから結構食べ応えがありましたね。はい、ありました。さてなぜねこのタイミングでガリガリ君ソーダが、まあ、リニューアルしたのかと、ある意味国民的アイスキャンディーですよ。はい、そんなガリガリ君がなぜと、いやだって売り上げ下がってないですよ。それなりにガリガリ君人気ありますよ。どのコンビニでもほとんどまず置いてあります。はい、なのに何なのかということなんですが、実はまあ赤木乳業として、ある何ですか、皆さんの消費者調査、まあ皆さんがどう思ってガリガリ君 を買ってくれているのかと、まあその声を聞いてみたということなんですね。消費者調査を実施した、これは去年の6月と聞いています。でそうしてみるとやっぱりキャラクターが目立ってね、選びやすいよねであるとか、やっぱりこう夏の仕事終わりであるとか、お風呂上がりにはもう最高ですよねと、リフレッシュにはっていうのも出てきた。それからこういろんな味があって楽しめると、いや結構いい声がたくさん出てきたんですよ。ところが本来このガリガリ君こだわってたのはこの味であり、あの氷の粒々であり、そこがあったのに、残念ながらそのことに対して評価してくれた人がほとんどいなかった。まあ、若干いたようですけども、だって俺たちあれほどねこだわってたのにそこ褒めてくんないんじゃ残念だよねと、いやだったらもう一度それを強調するようなガリガリ君本体自身もリニューアルすること、あとはこの袋もね、ここでリニューアルしてみようっていうことで、まあ、リニューアルに踏み切ったと、20年ぶりの、ね、リニューアルっていうことですから。さてこの、まあ、これはあのホームページのあるページなんですが、ここにね書いてあったこうこの文章を改めてねここにこう表示してみたんですが、これなぜかと言いますと、このガリガリ君っていうのがどういう背景から生まれてきたのか、そして赤木乳業っていう会社がどういう考え方を持っているのか、あの皆さんはあまりご存じないかもしれませんが、私はこういう広告業界、ね、クリエイティブ業界にいたこともあって、実は2017年なんですが10円値上げした時があったんですよ。そうしますとあの本社の前に100人ぐらいの、ね、社員が出まして、一番先頭には社長がいたんですよ。そしてあの高田渡の値上げという曲が流れるんですね。で結果、まあ、文字で多分10円値上げさせてもらいますって出たのかなんかだったと思うんですよ。でみんながこうパッて社長からある後半のところでペッとこうやってこう礼をして、でそれで多分終わるんですよ。そんな CM をほんの一部で何回か流したんですが、それが反響を呼んでいろんな賞も取って、結果的にそのホームページに行くと見れるわけですよね。ということですごいこう 何十万回、ね、繰り返して見られたっていう、そういうデータがある。いやそのぐらいこの赤木乳業っていうのはいろんなこうチャレンジをしてきている。それもやっぱりあのガリガリ君が生まれてくるようなああいう背景がある、そんな会社なわけなんですよ。
話は長くならないようにまとめますが、実はもう世の中の大手があのいろんなこう小売の、ね、お店のあのこう何ですか冷凍庫を独占されてて、赤城乳業が後発で入れるような余地はなかったっていうんです。そこにどうやって入っていこうかって思っている矢先に入っていけないんですけど、そしたらコンビニが現れてきた。でもコンビニが今後どうなるかわからないけども、じゃあコンビニに行こうっていう、このコンビニに行ったことが大正解ってなってくるわけなんですよね。いやいや、ここがちょっと面白いわけなんですが、これ先ほど会社案内のあるページにあることです。子供が喜ぶ夢いっぱいのアイスをという赤城乳業の願いから生まれたガリガリ君。あのガリガリという食感もアイスの鮮やかな水色もドキドキする当たり付きも50円という価格設定もね、当時ですよ、今ちょっと高いですね。そしておなじみの元気なキャラクターも開発当初から何よりも大切にしてきたこと、それは遊び心でした。さあこれからもみんなでもっともっと遊びを大切に考える赤城乳業を目指しましょう。商品を考え出す時も作る時もお届けする時も、もっともっと遊び心を大切にしていきましょう。お客様もきっと赤城乳業の遊び心を期待しているはずだから、遊び心にもきちんと真面目に取り組みましょう。素材やお客様の健康に気遣うことが安心して遊んでもらうことにつながるはずだから、一人一人が遊び心いっぱいの人生を送りましょう。そんな人たちが集まれば小さくても強い会社にきっとなれるはずだから、少し憂鬱な世の中を赤城乳業の遊び心で明るくしましょう。私たちは美味しさと楽しさと豊かさを提供するドリームメーカーだから。これ私読ませてもらった時に、いや結構この赤城乳業という会社は徹底しているなと、ね、自分たちは、ね、もちろん味であるとかそのものづくりのね、そのノウハウもあるんだと、いやそうじゃないんだと、これはでも多くの人たちの心の支えになりたい、先ほどこの中に少し憂鬱な世の中を赤城乳業の遊び心で明るくしていきましょうという、こういう価値観が結果的にあのガリガリ君になり、多くの人たちがあのガリガリ君を選んでくれる理由になってんじゃないかと。私の親しいお友達のおじさんが、コンビニをやってるんですが、その人はその学童保育にもちょっと関わってまして、で夏には必ずガリガリ君を買っていくんだと。そうしますともう、ね、そこにいる生徒たちはみんな、あ、ガリガリ君おじさんが来たんだという名前で呼んでくれるっていうぐらい、まあ、ガリガリ君はだん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 子どもたちにとっても、いや大人たちにとってもなくてはならない国民的アイスになっているということで、今の 現社長が規模は小さくても強い会社、いわば強小、強く小さい強小カンパニーをも、ね、目指すんだっていうことを言っているわけですし、私たちも中小企業もこの赤城乳業 に習って、そんな会社を作っていかなければならないんじゃないでしょうか。ということでガリガリ君ソーダが約20年ぶりにリニューアル、赤城乳業の遊び心は次のステージにっていうお話でした。リニューアルしたガリガリ君食べてみてね。